さて、今日は病院を抜け出して近くのカラフネ屋でコーヒータイムをしながらの収録ですが、そうですね、はい、ということで本日は2月25日日曜日の初出走馬ジャッジですね。そうですね、はい、ということで早速なんですけど中山の1レースからよろしくお願いいたします。中山、はいはい、1レースって出てる、ごめんなさい、ちょっとあの僕は把握しきれてないんで。ないですね。それでは中山2レースからよろしくお願いします。2レースは2と3番と6番出てますが、まあ、これはどっちも覚えてないので、はい、これは C でいいでしょう。あ、もうこれはもう C で、はい、スパッと、うん、まあ、これは切りで。わかりました。では続きまして3レースは、3レースね、1頭だけ。お、1頭だけ、はい、9番アルファウィンザー、はい、というオルフェーブルの参加が出ているんですが、悪くないんですよ。悪くないですね。84秒台の動きなんですけど、直前5波の思いで67秒2から12秒2、はい、うん、まあまあの時計は出てると思うんですよね。はい、そうですね、確かに。しかも84秒入りの時はいっぱいですけど、最後11秒9と切れてるので、まあまあ走ってきてもおかしくない。確かに。まあ、微小か、抑えに行こうぐらいで、抑えておいとこうと思います。わかりました。はい、もうサクサク行きましょう。行きましょう。ということで、余裕で次。5レースですね。5レースですね。このレース初出走馬が8頭も出てるんですが、初出走馬ステークスですね。ですが正直言ってあの通用しそうなのはただ1頭。あ、1頭だけなんですね。4枠7番ティファニー・ユーですね。このままウッドで79秒7、11秒8をいっぱいで叩き出していて、79秒台はやっぱりこれ高度計ですね。確かに。で他のところも、まあ、84秒台、83秒台で、まあ、強めに追っといてラストが11秒5、11秒8と切れてるので、全然初戦から構想しておかしくないですね。B プラス。プラスなんですか。はい、B プラスです。正直明日狙える数少ない出走馬ですね。というわけで7番 B プラスで、このレース8番のボルドルチャーが強そうなので、まあ、圧倒的に人気ですね。はい。でこの馬休み、かなりの休み明けなんですけど、調教抜群に動いてるので、はい、このレースひょっとしたら4478の一騎打ちもあるかなっていう。そうなんですね、はい、いうことでその2頭からちょっと手を広げて見ていただくと的中に近づくんじゃないかなっていう気がします、はい、というわけで7番のティファニー・ユーを B プラス。もしこの馬が勝って、うん、大穴を、大穴っていうか大儲けをされたら大切な方にティファニー言うぐらいの感じでどうでしょうか。であとね、2番と4番が馬の動きなんで B ですね。であとは12番から16番まで軒並み全部 C、 あ、はい、C ですね。もう切ってもいいっていいと思います。あの2番と4番もよほど展開が紛れてぐらいの感じなので、普通に狙えるとしたら7ぐらいじゃないですかね、はい、うん、なるほど、はい、7勝負以上です。わかりました。では続きまして、中山6レースは1頭だけですかね。1頭で、ね、13番のゴールドモーションが出てるんですが、これゴールドアクターの参加で、ゴールドアクターの中山得意だったんで、はい、どうかなと思って見たら、ウッドでね、5番追いで64秒1、12秒0っていうタイプ出してて、はい、僕前々に言ったことあるんですけど、新馬でウッドの5番追いで65秒出てれば高度計だ、勝ち負けの時計だって言ったんですが、64秒なんて僕見たことがないですよ、こんな時計。破格ですね。破格です、はい、というわけで能力は抜群にあると思う、はい、直前は長めから追って85秒4、まあ、ちょっと重かったんで馬場がね、はい、全体時計かかってますが、はい、ゴール前だけ追って仕掛けて、うん、ラスト11秒6でビシッと切れて、きちっと秒馬に先着してここに挑んでるんで、はい、体勢としては十分 B プラス評価ができるでしょう。そこへ決闘的なゴールドアクターサンクっていう旨味を加味すると、これあの上位入選一角崩しがあってもおかしくはないので、確かにちょっと狙ってるかなって感じがします。確かに。というわけでこのレース13番は B プラス評価で、よろしくお願いします。わかりました。では中山は終わりですね。続きまして阪神の方で出場させていただきます。阪神の1から1からありますね、はい、1レースの13番オレポンティまで、オルフェーブル3区。オルフェーブル3区多いな。あ、明日ね、初出走のオルフェーブル3区多いですよね。これが85秒台、86秒台で、まあ、姉妹12秒3、11秒6、はい、ちょっと追い足りない感じがします。今回は C で、あ、はい、見送りでお願いします。わかりました、はい、では1頭だけなので、はい、2レース、2レースですね、はい、で2レースは4枠の2と5番と6番が初出走なんですが、はい、まあ、どちらも目立った時計は出てないですね、はい、若干6の方がややいいかなと思いますが、はい、とりあえず両方とも C 評価で切る方向で、わかりました、はい、ジャッジしておきたいと思います。ということで、次がですね、3がなくて4レースですかね。4もない、あ、4もないですか、ごめんなさい。ということは終わりですかね。はい、
終わりですかね。コクラもあるので、コクラの1ですからまたよろしくお願いいたします、はい、これね、2枠目2頭がそうなんですよ、はい、3と4枠おお。で、明けの明星シングバイブルース2頭でなんですが、はい、シングブルースが、はい、ラスト80秒0から51秒52秒いっぱいっていうタイムをシュートで出してて、これはね評価できる気がします。シングだったら各賞級の時計が出てるので、まあ、これは B プラス、お B プラス、はい、B プラスで多分穴になるのでシングバイブルース狙ってみてもいいかなっていう気がします。お面白いですね、はい、ここらはこの1頭ですね。この1頭です、ね、はい、あのメンベアレベルが明らかに低いので、まあ、1番のパッカパッカプーっていう馬なのか豚なのかよく分かんない名前なんですけど、まあ、ちょっとなんかすごい名前ですね、はい、でもまともな話これが唯一いいでしょう、競走馬の中では。なのでこれと絡めて1位買ってワイドあたりで勝負していただいても十分馬券になるんじゃないかなと思いますよ、うん、なるほど、狙い目の1頭じゃないですかね。 B プラスで分かりました、はい、では続きまして2レースですね、はい、2レースですね、結構いますね、いますが、いいなと思う馬をピックアップすると13番ですね、チカミリオン、はい、チカミリオンは81秒台から12秒1を強めでマークして、はい、直前の半で 52.7 から 12.4、 これワンセット揃ってますよね。確かに、あの十分勝ち負けしてもおかしくない、うん、初戦からという気がするので B です。はい、はい、7番のスターティアラも動いてはいるんですが B 評価で、2番のルージュプリエール、これは C、 お C、はい、C ということで3頭いるんですが、はい、一番評価できるのは13、うん、で7、2の順じゃないかなと、いうふうに思います。わかりました、はい、以上です。では続きまして、5に1頭いますね、はい、レースに大外の馬ですね。そうですね、はい、で大外ロードクロームなんですが、はい、めちゃめちゃ調教の山のように積み、直線のシュートで52秒5の11秒7、はい、まあまあの時は出てるんですが、正直言うと出走馬、非出走馬相手に勝ち負けするにはこの時計でもきついと思います。難しいです、ね、あと2秒3秒縮めないと、はい、ちょっと通用してないかなって感じがするので、はい、叩いて次に行きたいですね。 C 評価、 C 評価、はい、分かりました。では、ラストになるんですかね、小倉の6レースです。これも外にいますね、はい、小倉の6レースはね、大里の2頭ですね、はい、17番と18番なんですが、17番ダブリーメイク時計足らないと思う C、はい、で18番トーラスシャイン、はい、こっちはね、まだいいですよ。攻め山と積み、はい、83秒台ぐらいの時計は出ていて、直前も54秒1から12秒3に最大で出しているので、はい、D の評価はつけられるけれど、上位入選まで狙えるかっていうと、ちょっと疑問ですね。というわけで、以上、ここらの未出走馬が全部が終わりました。わかりました、はい、ということでですね、2月25日日曜日の未出走馬ジャッジの方を終わらさせていただいたんですけど、結構やはり、まあ、この時期っていうのもあって、はい、やはり初出走馬も多いんですけども、はい、この先生の中のジャッジっていうのは本日、まあ、24日土曜日の篠の目がかなり篠の目頑張りましたよね。頑張りました。なのでちょっと当てにされた方がいい可能性がやっぱり大なので、 B プラスの馬にはやっぱり見込みはあると思うんですよ、はい、うん、中にはねやっぱり初出走馬なんで暴走するってケースもあるんですけど、初出走馬ってその段階でもう嫌われて明らかに低いですから、はい、あのオッズ高いというべきも見ないですから、だから良さげな馬に関しては積極的に狙っていくと思いもかけない良い馬券の穴に出会えるんじゃないかというふうに思いますので、うん、はい、この予想を参考によかったら狙ってみてください。わかりました。ということでですね、この動画がいいなと参考になったよって方がいらっしゃったら、ぜひともチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。